はい、傾斜百式二宮祥平です。皆さん、はい、今日はピンですよ。え、コリン先生いないのかって。はい、あのー、今日は、今日はコリン先生はお家で、えー、コリンコリンしてます。はい。で、今日は話したいのは何かというとですね。あのー、ゴールデンレトリバーをカーロにあたって、の、掃除機。の選び方なんですけども。あのー、僕ははっきり言って失敗しました。何でかっていうとこう、こパワーヘッド。 要はここにモーターがついてこう書き込むよっていうやつがあるんですけどもこれは,これは絶対ダメです、はい、使えないですでどうなるかっていうとこうなっちゃいます <laughs> もうねこれ回んねえよっていうぐらいもうもうこれ取れないですもうガチガチで。 でこれがもうもう隙間という隙間に入り込んで、あのしかもこのヘッドの方もあのこう転がるやつがついてるところの隙間全部こうやって入ります。はい、全部こうやって入って回らなくなります。でこれあの。 一回ブチブチ取ってももうちょっと掃除機かけてすぐこの状態になるんでなぜかわけわかりませんないですこんなところにまで毛が入ってますからねこれ,これこれレバーの根元ですよなんでここに入ってんだっていうところからもこうハローが「こんにちは」するっていうこれ僕は撮影前に詰めたわけじゃないですよ普通に出てきちゃうあのっていうかねメーカーさん「長毛種の犬を飼っても使える掃除機が欲しいです」はいであのー、例えばルンバとか はい、商品名ズバッて言いますからルンバとかあ,のあとあのあのダイソンとかあの辺なんですけどあれはね基本的に綺麗な家に使うやつだと思うんですよ綺麗な家をにこうルンバをこう離しておいたらルンバがピピ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 ってやってですねあのほーらこんなにまだゴミがありましてタンタンっていう感じの,あの使い方だと思うんですよいいですかメーカーさん。犬飼ってるっててるううちいのは もう想像絶するほどいろいろ落ちてますからね、いろいろと主に毛です、例えばこれ、ここは今日掃除機かけたんですけども、うーんよくやったでしょ、出ってじゃないバカやめっていうぐらいあの毛が取れるんですよ、きょう、まあ、今日掃除機かけたんであれなんですけど、あとね、例えば、あのー、うち、ちょっと失礼、ダスキン、ダスキン、このレベルを使ってます、体育館にあるやつ。 このレベルを使っても2週間持たないんですよ。これね、これ、あのう変えたばっかですよ、これ、昨日変えたばっか、昨日変えたばっかでもう、こんなんですよ、こんなん、ちょっとやっただけで、ちょっとやっただけでもう、もう、ハロー、いっぱいいっぱいあなたがいますよ、はい、昨日、本当ね。 そんんくらい出ちゃうんですよだから掃除機選ぶ時はこういう小細工がついてないやつでカートリッジはペーパーじゃなくてあのカートリッジタイプですねペーパー式のやつはいくらペーパーっても足りないですからはいもうでカートリッジ式のやつもできれば水洗いできるやつがいいですむちゃくちゃ詰まるんではいでヘッドはまああの、まあ、こういうぐるぐるがついてない 取り外せるやつ取り外しても吸引力が落ちないやつっていうのが一番よろしいですはいでもあの今んところですねそれにぴったり合致するものってないんですよあの業務用のこうドラム缶みたいなやつしか、まあ、見当たらないんですけどもあのもしですね、えー、ゴールデンレトリバーを飼う長毛種の犬を飼うっていう方がいらっしゃいましたら 掃除機はパワーヘッドはだめですコロコロがついてるやつはだめです。はいでえーまあ、何っていうのは言えないんですけども、えー、そういうです、ねえー、単純シンプルな機構のもの構造のものを選んで,でなるべく床から家具を離すことベッドは高くすることで床の掃除をしやすくすることっていうのは。 ああ必要になってくるんじゃないのかというふうに思います。そして、えー、ダスキンはこの体感みたいなのがこうできるこのタイプじゃないとはっきり言って、えー、全然足りません。はい。というわけで、えー、今日はですね、えー、ゴールデンレトリバーを買うにあたってのお掃除機の選び方選び方ってかし僕は失敗してるんですけどもね。はい。というのをですねやらせていただきました。はい。皆さんのハロおいでおいでおいで皆さんの 皆さんのゴールデンライフに、あ、そっか、お前ダスキン嫌いなんだっけ。よしょ、はい、おい,でお,いでおいで。はい、お前、お前似てるもんな。ね、同族嫌悪か。はい、あの。皆様の犬ライフ、後、あの、ダスキンの選び方、ダスキンは大きいやつを選んでください。はい。の役に立てば、幸いです。はい。よろしくお願いします。終わりです。